皆さんこんにちは。今日は北陸新幹線に乗って富山県の黒部市まで行った後、地方鉄道というものに乗って上市というところの観光をしていきたいと思います。新幹線先に特ダネという切符をモバイルスイカで買ったので1割引きで乗れています。1万円と少しというような金額です。先に特ダネというとすごい前から買わなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、私が買ったのは全然1週間ぐらい前に買ったので、まあ、それでも安くなります。さあ黒部宇奈月温泉駅というところに着きました。北陸新幹線では最も速い電車が輝きという名前なんですが、輝きに乗ると埼玉県の大宮を出た後長野まで止まらなかったりするんですよね。でその後富山、金沢と行ってしまいますが、こちらは白鷹という電車なので黒部にも止まります。黒部はですね、この YKK っていうファスナーとかで有名な会社がルーツがあるっていうことで、ちょっと広告とかも施設もあるので遊べるんじゃないかなと思います。黒部宇奈月温泉はこのように白鷹という中速達電車の停車駅になるんですけれども、結構駅前は充実していますし、乗り換えができる私鉄もあります。こちらの名前を富山地方鉄道と言います。こんな感じで上市というところが今日の目的地でございます。黒部は水が有名ですね。駅前にはこんな感じで名水を手に取れる場所もあります。この辺は新幹線駅が整備されてからできた街っていう感じなので綺麗ですね。新しいです。観光案内所もあります。さて道路を渡ってすぐ新黒部駅という駅があります。こちらが富山地方鉄道の駅ですね。山奥の方に行くと黒部ダムの方に行きまして、宇奈月温泉というところまで行きます。逆は富山駅の方まで行きます。宇奈月温泉まで行きますとトロッコ電車、有名なトロッコ電車ですね。紅葉の時期すごく人気があります。そういったものにも乗れます。今回はすいません、そちら側には行かず富山方面に向かいたいと思います。さあここから上市というところまで行くには1000円ちょっとかかります。富山の方はちょっと地方鉄道は高いんだよねというお話も伺いました。今回私はこのまま自転車を乗せているのですが、土日祝であれば富山地方鉄道は折りたたんだりタイヤを取ったり袋を入れたりというようなことをせずにですね、そのまま自転車を乗せていいというルールがあります。そちらを活用しての今回は旅行になります。ほとんど単線ですね。駅も片側っていうところが多かったです。さあ上市に着きました。上市駅はこのように途中駅にもかかわらず行き止まりの駅です。すべての列車がスイッチバックをします。これは本来であればこの上市のさらに先ですねの駅があったという歴史が隠されています。ここは本当は上市口という駅だったそうなんですが、本来の上市駅もっと市街地の方にあったってことですね。今はここが上市駅という形になっています。この上市駅、昔はスーパーだったりボーリング場だったりと一大駅ビルだったということなんですね。外観です。今はもうほんと数軒のテナントしかないっていうようなことでした。さあかつての上市駅、市街地の方東へ向かった後大岩という山の方に向かっていきたいと思います。少し標高を上げていきますので自転車だと少し辛いのですが、その先にあるそうめん金龍さん、ここのそうめんをどうしても食べたくて来てみました。まだオープンより少し前だったのでこの上登山してみたいと思います。結構パワースポットとして有名みたいです。
富山の観光案内所なんかでここおすすめだよって言ってもらったので、ちょっと今回は来てみました。結構立派な建物がいっぱいありました。昔からここは人の集まる場所だったようです。本来は大岩線という未成線ですが、ここまで鉄道を通そうという意見もあったようです。さあ、名物の滝行の場所へ来てみました。すごいですね、もう624人もやってるんですね、滝行。ここの滝っていうのは、細めの滝が6本あるのが特徴でございます。実際に入る際はですね、事前に予約等が必要なようなので、私はここまでですが、確かにこれは涼しくていい気持ちだなと。ちょっと実際滝行したらもう寒いのかもしれないんですけど。さあ、他にも、歴史のある建物っていうのがたくさんありました。せっかくなので散策していきたいと思います。さあ、見学の後はそうめんを食べていきたいと思います。こちらも結構列ができていました。綺麗な黄金色に輝くおつゆです。やっぱり水が綺麗なのがよくわかるお味でした。とっても美味しかったです。お供はこれ昆布なんですね。昆布のおにぎりです。もともと北前船で富山には昆布が多く入ってきたという文化があります。どちらもとても美味しかったです。さあ、ここから下り、また上地駅の方に戻っていきます。ここはやっぱりですね、水が有名です。湧き水がとても有名なので、降りている途中にこんなところを発見しました。城山の湧き水、ちょっとうっかりしていると見逃してしまいそうなのですが、こちらお賽銭を入れることでこの名水をいただくことができると。おそらくもうなんか大きなポリタンクみたいなのに入れていく人もいるんでしょうね。私もちょっといただきましたが美味しかったです。さて、再び上市駅に戻ってきました。上市駅のこの建物の中をよくよく見てみると、かなり歴史を感じることができます。富山県のポスターなんかにも先ほどの滝行が使われているようですね。上市の観光スポットになっているようです。さあ、ここからはもう一度地方鉄道に乗って富山に行きたいと思います。電鉄富山駅と言いますが、実際 JR の富山駅のすぐ隣にあります。富山地方鉄道、こちらは全線合わせますと100キロを超える大きな私鉄になります。トップ10にはギリギリ入らないんですけれども、100キロ超えてるっていうことなので、トップ20には間違いなく入ると思います。有名な立山アルペンルートに行くのも、富山地鉄で行けますね。こちらはもともと富山県内にたくさんあった私鉄系の会社を合併してできた会社ということです。そのためですね、富山県内のみなんですが、今でも力を持って経営できて、どこか他の地方の大手施設に飲まれるってことなくですね、今も存続されている。この令和の時代になってしまえば、稀有な例と言えるかもしれません。さあ、今回は富山地方鉄道に乗って上市の観光をしてきました。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。